ミノです。じゃあ今回も新しいシリーズやっていきたいと思います。さあ今回はどの武将でやるかというと、今ねこの撮ってる時間というのが2020年の、4月ぐらいなんですけど、4月の頭ぐらいですかね、それぐらいなんですけど、大河ドラマでね結構白熱して、なんかどうだと、道山と斎藤義達、息子の方がね、高政の方が、確執が生まれつつあるのかなと。まだ謀反とか全然やってないですけど。ですので、今回は1555年10月、厳島の戦いで、やる武将は、もちろん、今話した、斎藤家の中に出てくる、斎藤義達でやっていきたいと思います。はい。この武将ね、以前の私のシリーズだとそのボロクソに言ってたんですけど、その明智光秀編の時では、明智光秀の甥御さんたちをね、殺して暗殺して、家督をね相続したというか下克上したというような形の人間ですから、はい。あ、ちょっと、脱線しましたね。難易度超級で、いつも通り超級でやっていきます。はい。で、戦国伝歴史イベントを発生するにするんですが、寿命はね、今回なしにします。なぜかというと、1555年の段階でもう、斎藤道山の方が、もうひとまず、もう、60は言ってるのかな少なくとも60歳は言っている。いつ死ぬかもわからない。で、斎藤義達も、史実だと1561年に亡くなる、1年か2年にですね、亡くなるはずでしたから、それだとね、もう5年、6年しかないので、明智光秀もね、同じ1555年でやったんですけど、ギリギリみたいな感じで、しかも今回家臣プレイでやるので、絶対に無理だろうと。いうことで、今回は寿命なしでやっていきたいと思っております。はーい。じゃあなんでこのね、武将でやりたいかと思ったかというと、普通に、家臣プレイをやりたいっていうのもあるんですが、はい。ご命令を。結構ね、家臣プレイをね、やるとね、なかなか楽しいといえば楽しいんですよ。この領地内政というのがね、普段できないものができますから。で、ひとまずね、私はもう前の動画でもあったかもしれないですけど、こういう領地は好きじゃないんで、ちょっともう一回ね、リセマラみたいな感じでやっていくと思いますが、その前にちょっと今、この状況をね、解説しようかなと思っております。はい。ひとまずこの状況で言えば、織田家と今、婚姻状態ですよね。信長が後を継いでいる。これも史実通りというね、感じで。で、今川家はものすごい脅威をね、与えていると。で、後の家康がね、岡崎城に入っているという感じになります。で、武田家がね、ほぼ全盛の時代というか、めちゃめちゃ強い。強いというか、もうすごいというか、なんというか、ねえ、ここら辺の武将が、とんでもございませんみたいな感じですけど、はい。そういう時代ですね。1555年については。で、三好家がね、まだまだ、まだまだって感じですね。で、足利家も、普通にね、義輝様もね、大河ドラマで活躍している義輝様がいるんですが、そんなことは周辺のことはどうでもいいか。で、私がちょっと今一番話したいことは、この武将でね、いろいろ登録武将を作ったんですよ。はい。まず、主人公となる斎藤義達。はい。こういう感じのステータス。もともと武勇と、統率はこのステータスなんですが、知略と政治をちょっと20ずつぐらい上げていきました。なぜかというとなんですが、ちょっと話がね、喋りすぎてるかもしれないんですけど、この方は、道山から、下克上のような形で、家督を奪って、その後すごく、美濃の発展に尽力した方なんですけども、その時にですね、いろいろ、策謀をしたというか、下克上をするということなんで、一応、評判が悪くなるじゃないですか。
それなので一応そのいろいろ外交のまあまあ工作をしたりとかして、まあ、それで結局足利この義輝に許されたというか、ここにいるね一色家というのがあると思うんですけど、この一色姓を賜ることも許されたという言われるぐらい、かなりこの、まあ、尽力をしたというか、私は正しい、みんなの国主ですよというみたいな、感じで、まあ、すごいそういう宣伝効果とかもね、いろいろ頑張ってやったりとか、あと外交で言えばですね、なんだっけな、もともとは、その、斎藤義辰はですね、なんだっけな、奥さんを確か浅井久政の娘かなんかをめとってたのかな、ちょっとそこまでと忘れちゃいましたけど、で、本当はその、浅井と一緒にね、まあ仲良くやりましょうってことだったんですけど、まあ、外交方針を変えてこの六角家とね外交をね結びまして、この六角家と外交を結びまして、まあ浅井家に脅威を与えながら領土拡大をしていこうかなみたいな、話をしてたみたいですね。ただ信長がね結構まあ優秀だったので、まあ、そこまで勢力は伸ばせなかったんですけど、結局信長がすごく台頭してきたのに対して、桶狭間の戦が1560年に起きるじゃないですか。それが起きたのにもかかわらず全然まだまだ、まあ、頑張っていたというかね、全然領地を、この結局美濃が奪われるのはそのこの義辰が亡くなってからまあ6、7年後の話ですから、まあ、そこまで美濃が十分この斎藤家の中で発展してたということですよ。というのがあります。はい。ちょっと冒頭で長すぎるな、これ。まあ、でもちょっと説明しないとちょっとまずいんで、そういうこともあって、知略と政治がね、ちょっと二重ずつ上げておかないとちょっとおかしいのかなと、はい、思いまして。ちょっとだけ変えました。で、戦法なんですけど、ヤタガラスにしました。なんでこのヤタガラスに変更したかというと、この斎藤義辰はですね、この織田信長がいると思うんですけど、この信長が1559年ぐらいになんか上洛したみたいなんですね、その挨拶しに。足利かなんかに挨拶しに行った時に、まあ、歴史上でですよ、歴史上で初めて、ね、残る古文書の中に残る暗殺をしようとしたらしいんですよ、鉄砲による暗殺を、狙撃による暗殺をしようとしたらしくて、まあ、そういう逸話が残っているみたいなので、まあそれであればね、狙撃系の戦法をね、やった方がいいんじゃないかと思って、もうヤタガラス、ね、周辺部隊の射程、射撃攻撃を上昇して、障害を超えて射撃を当てられると。まあ射撃を、もう、射撃の記録を残したということで、はい。まあね、今、大河ドラマでやってますけど、明智光秀もね、すごく、鉄砲とかにも詳しかったんで、まあ、事実、その、明智光秀とはなかなか、まあ、折り合いは良かったような気がしたので、そういうところもあります。はい。で、若干変えてます、ここの、能力のところの、戦法じゃねえや。なんだこれ。能力か。能力の、を若干変えてます。これ、元は、なんか違うその、まあ、モデルだったんですけど、これ基本的に、今川義元のように成長していきます。なので、これ、不運がついてます。はい。なんでそういうのにしたかというと、一応その頑張ったんですけど、不運として亡くなってしまった武将ということなので、ちょっとまあそれにふさわしいかなと。で、あと軍略家はそのうち覚えるんですけど、まあ最初からまあ軍略家でしたよという、そういう、まあ、銅山を倒したこともね、ある意味では軍略家というか、その、すごく裏で考えてたことですから、あとすごい猛将でもあったみたいなんでね、あと、下克上はもう、銅山に対して逆下克上したみたいなことなんで、下克上を覚えさせました。はい。あと、向上はね、ちょっとメタ的なことになるんですけど、まあ、どうしても、なんか、向上を しないとね、いけない場面も出てくると思ったんで、一応そういう形で書いてます。はい。すげえ長えな話が。めちゃめちゃ長い話が。ごめんなさいね。はい。で、銅山はこんな感じ。まあ、ほとんど書いてないです。まあ、先方表裏卑怯にしたぐらいですね。まあ、そういう方じゃないですか。
で、あとここにこれは登録部署で入れたんですよ。これは斉藤孫四郎、はい、孫四郎騎兵士、うん、で確か孫四郎があれですよ、ここの近江の方、その明智光康のまあ妹ですね、妹の子であり斉藤道山の子、うん、なのでまあその側室の子ですね、うん、でその側室の子の、まあ、代表格が斉藤孫四郎で、その弟にも騎兵士というのがいたと、うん、これ登録部署で作らせていただきました。でじゃあで、ね、もう全然ね、もうあの謀反を起こすときに斉藤道山に斉藤義辰に殺されてしまうんで、もう全然能力とかも全然わからないままなんで全部80とこ全部70にしました。ただそれだけのお話私の明智光康編を見ていただければわかるんですけど、まあこの二人がね暗殺されたから、もうあの明智光康はもうブチ切れて、まあ斉藤道山側につかざるを得なかったというねお話ですよ、この人。うん、まあそんな感じですね。でそういう武将をちょっと今入れてますと。まああとはここら辺はいつもの面々で、光秀に秀光、これがまあ明智光康の子ですね。であと今大河が出てる藤田伝吾で、吉見の、吉見のでいいんだよね、これ。あれあれですよ、この人が義辰の、あのお母さんですから、はい、まあ能力とかはね適当にやってますけど、はい。でこれが臣の方、機長さんのお母さんですね、機長のお母さんであり、明智光康の妹であり、明智光秀のおばさんでもあるっていう、うん、まあ大河ドラマで最初の方寝込んでた方ですね。実はこの時代もう亡くなってるんですけど、一応まあね出した方が面白いかなと、うん、思いまして、はい。あと妻木ひろ子さん今ね、ちょうど大河ドラマで今私の今実況してる段階では、まあまあ、木村さんが、うん、木村さんがやってるので、ちょっと木村さん人のね顔グラの人をね見つけてね、ちょっと作っていましたけどね。まあそんな感じの人です。でもう大河ドラマやりにしてるんで、望月東庵ももちろん作りましたよ。地弱90、80みたいなであとこれ駒です。おな、コマって名前できなかったんです。一文字のね、できなかったんで、おコマにしました。おコマ。うん。なかなか武勇が強いけどね。あと、菊丸。農民の、岡村さんがやってる人ですよ。まあ、こういう顔が一番いいのかな、みたいな。で、今なんかね、菊丸さんはあれじゃないですか。大河ドラマではなんか、ね、三河武士の、なんか、ね、忍者みたいな役、服部半蔵みたいなね感じの役やってるじゃないですか。でもまだわからないんで、ひとまずこういうまあ武勇に秀でたね人にしときましょうみたいな。で実はものすごい すごい人でっていう感じの戦法でね、返しの槍をねもらっていた人でしたみたいな設定にしときました。はい。まあそんなとこですかね、登録武将としては。はい。あとね、今その大河ドラマでやってると思うんですけど、この稲葉一徹、まあ大河ドラマでは村田さんですね、村田さんがやってると思うんですけど、まあこの人とのね関わりが結構深かったみたいで、義辰は。まあなぜかというと、この吉見のこのお母さんですね、これが確か稲葉家のね人だったんで、まあまあまあそれ由来というのもあると思いますけど、はい。なのでそういう感じで、まあ稲葉一徹寄りのねまあ動画になるかもしれませんが、まあ、全然能力とか書いてないんですけどね、先方だけ狙い撃ちに書いただけです、九州から。うん、私狙い撃ちが普通にと好きなんで、じゃちょっとチートになる技はちょっとね覚えさせたくなかったんで、まあそれぐらいですかね。あとは普通に光康さんとか、まあここら辺の武将は特に変わりはないという感じになります。はい。まあ、説明は以上ですかね。今どれぐらい経った時間？もう冒頭だけであれか、もう10分以上経ってるか、もう15分近いわ。はい。ひとまず、私ここの今、領地の中が、これが嫌なんで、はい。これ、東庵さんとか来てますけど、ひ
ひとまず嫌なんで、ちょっともう一回、いい領地が出るまでやっていきます。それでは一回、失礼いたします。はい、戻ってまいりました。やっとここが出たよ、こういう、いい場所。いい場所というか、私が単純に好きなね、内政の場所。ようやく出ましたよ。はい。で、その冒頭でね、説明をするのはちょっと完全に忘れてたんで、説明したいんですけど、今回はどういうあ、違う違う、これすごいなんかやりすぎている。こうだ、うん、どういうプレイを目指すかということをね、先に言ってなかったと思うんですけど、もちろんあれですよ、あの謀反を起こしますよ。はい、謀反を起こすというか、まあ独立します。はい、独立、どこの勢力にも属さずに独立した大名になります。はい、でそれがどこのタイミングであるかというのがまた全然考えてないというか、まあ成り行きになるんだろうなとは思ってますけど、できればこの朝倉のねあたりでやりたいなとは正直思ってます。はい、なぜかというと、その明智光秀がね、この道山とね斎藤義辰の間の、あ、これ光秀じゃねえや、道山と義辰の争いが起きて、まあその時、まあ明智城もね、明智の将も攻められて、うん、まあ明智家がね滅ぼされたみたいな形になったんですが、その時にね光秀は、まあその時なお亡くなりにね、ここに書いてありますけど、明智を攻められて籠城して防戦するが破れ自害したと、うん、義辰にやられてしまったということなんですけども、明智光秀とかはこの朝倉のね方にねちょっと身を寄せてたみたいで、まあその時にね妻木ひろ子さんがちょっと髪の毛を売ったりとかして、まあ生計をね苦面したというお話もありますんで、まあ歴史的にはね明智家に多大な迷惑をかけた義辰ですけど、まあ光秀のことはそんなに嫌いじゃなかったのではないかなと思いまして、まあそこのね、朝倉の方で、なんか、旗揚げできれば、なんか面白いかな、面白いのかなと。まあこの、普通のね、この、足川家にも近いですし、足川家ともね、交流があった吉田ですから、まあここら辺で旗揚げしたいかなとは思ってますが、このね、三木家とかね、武田のあたりにもしかしたら攻め込んで、城を取ったらそこで城主になるみたいなことになって、うん、どうなるかは全くわかんないですけど、ひとまずここら辺で旗揚げしたいなとは思ってます。はい。まあ、それぐらいでいいですかね。あとはじゃあ、まあ、成り行きでやっていきますので、よろしくお願いいたします。じゃあ、また、家臣の領地のエッセージでいきますので、特段何かあるまではね、はい、カットしていきたいかなと思いますので、まあ、領地内政については、まあいいでしょ、カットで。うん。じゃあカットしていきますね。なんか途中でなんか必要があったらちょっと説明だけしますので。はい。じゃあちょっとひとまず何かあるまでカットいたします。さてさて、どうなっているのか。なんか暗くなりましたね。呼ばれる。はいはいはい。稲葉一徹。いやー、ちょっと不利なのか。いや、それはもちろん行きますよ。一徹のね。一徹の危機であれば行きますよ。もうマックスで。うん。まあこれで行くしかないでしょう、という感じですね。なぬ。城攻めが良かったな。城攻めというか、その城の城攻めというか、そのあれですよ、防衛戦ですよ。すいません、その喉が。防衛戦が良かったな。防衛戦が良かったなと思ったら、来たと後ろから、なんか行くぞ。なんで後ろから来る。行くぞ。
ちょっと行くぞ。まあ戦法使えないんだからこっちは。お、狙い撃ち使った。狙い撃ちを使った。こっちも使いたい戦法。まだ戦法がたまらないから戦いたくないな。おっと、戦法がたまらないうちにいなくなる俺。行くぞ。マジで戦法使いたかったな。戦法使いたかった。268獲得した。まあありがたいといえばありがたいでしょう。どうなっている。大垣に来る、大垣に来る。あ、みっちゃんが出てる。じゃあ余裕じゃないですか。これ、ね、全員来ようとしてんの。ふわ、さすが超級だわ。みんな来てる。あ、でもみんな急、ん？桜ボラにそれ攻めようともしてんのか。はあ、はあははあ。おお、孫四郎頑張るね。じゃあ私はね、領地の方でゆっくりさせていただきますので、はーい。さてさて、他は何か起きるかな。一応見た方がいい？全国。なんかあんま見たくないんだよな。なんか急に呼ばれたりする方が面白いから。うわー、朝倉漱石が来たか。漱石が来たの？これ無理ゲーじゃねえか。大丈夫なのか。はあ。じゃあみっちゃんがでも、お、組頭いいね。表情を始めます。先月の終始です。鳴海城を狙え。ちょっと待って、鳴海城って今川の拠点じゃないか。今川の拠点なんか狙ってどうすんだよ。織田の援軍なんか来ねえだろう。あー、おバカちゃんですね。とうちの棟梁はおバカちゃんですね。とあーという形ですが、さあこれはどういう領地かな。温泉町、あ、砂鉄があるね。温泉町もある。あー、そんなに悪くないかな。ちょっと全国マップ見てみましょうか。さてさて、どうなっているでしょうか。来るな、六角が。いや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 、我が戦お見せしましょう。いやー、ちょっとみんなやめよう。みんなやめた。で、今回は次呼ばれたらやめましょうかね。うん、ちょっと喉の調子が悪くてすいません。ちょっと次呼ばれたら終わりにしましょう。うん、もう今回はもう初回なんでね。うん、もうチュートリアルみたいなもんですよ。斎藤家がひたすら攻められるというね、チュートリアルを見てる感じ。さーて、見ないようにしときましょう。あれ、呼ばれないね。なんだろう。いやいやいや、私も木材なんかありませんから。呼ばれないね。表情を始めます。先月の終始です。ちょっと見てみましょうか、全国マップ。うん、あ、みっちゃんがかなり頑張っている。これは、あ、カツオだ。カツオが来ている。漱石さんは、漱石さんは帰ったの。あ、漱石さんは帰った。はっ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 は。じゃあなんとかなるんじゃないですか。うん、はい、といったとこで今回は終わりにしましょうかね。多分もう30分は過ぎてるような気がするので、はい。じゃあまたこの続き興味ありましたら、あのチャンネル登録などしてですね、次回の配信連絡お待ちください。
この動画は、斉藤義達による無本プレイになりますので、まあいつ頃になるかは全く分かりませんが、はい、よろしくお願いいたします。ではでは、またねー。